いやっちゃよ、ラジオです。今日もやっていくんですけど、今日はね、ジャイニングでやっていこうかなと思います。で、サムネとかにね、ある通り7485まで行ってね、グロ4位まで行ったんですよね。それで、シーズンが残り3日とちょっとかな、確か。3日と出ない。3日と17時間ということで、まあね、残り4日ぐらいの時に俺は行ったんですけど、って感じでね、残り4日でグロ4行けるってことは、結構ね、終盤も終盤なんで、環境もね、そんなゴロッとは変わらない。ちょっとメタが増えるかなとか、メタが減るかなぐらいで、多分ね、ゴロッとは変わらないと思うんですね、環境は。なんで、結構ね、いいんじゃないかなと思っていますね。ただね、ラットが、俺が今、7485だったんですけどね。ラットがね、87なんですよ。で、2抜かして、俺を抜かしたから、なんかそれで、ツイッターでね、メンションして、ライキさんちょっと取る低くないですかみたいな。どうしちゃったんですかみたいな。そんなリップ送ってきたから、こいつちょっと行ったろうかなと思って、まあ俺がね、マルチじゃあちょっと抜かして、もう一回リップ仕返したろうと思ったら、300ぐらい沼った。300ぐらい沼って、今ね、本当は、一番沼った時に400沼ったんですけど、今ね、言っても、ちょっと戻したんですけど、って感じでグロね、一応200円入ってるんですけどね、そっからね、生マルチでまたぶち上げていきたいと思います。ということで行きましょう。よいしょ。明日ぐらいにね、ペッカの動画あげようかなと思ってるんですけどね、マルチじゃね、もうゼロです、ペッカが。本当にね、まあ、ゼロは持ったけど、50回に1回当たるかなぐらい。本当にそんなレベルですね。なんでまあ 2% ぐらい。なんで、マルチはね、さすがにちょっとできないんで、グラチャレでやっていこうかなと思います、明日は。なんで、ね、今、マルチで使われているペッカを真似して、今、こんなペッカが一人だけマルチで使ってるよーっていうのをね、グラチャレでね、明日紹介しようかなとかね、ぼちぼち思いつつ、そうなんですよねー。なんでね。いやーですねー。おー、来た、めっちゃ取る高い、来た、センキュー、よろしく。これだって勝ったら40何本ぐらい。俺より今140多いんで、多分41か2ぐらいもらえると思いますね。ネクロがザップを切っていこうかな。ザッパー、まあトリトン全然いいですね。大型でしょうということで決定します。よいしょ。はい、でネクロですね。これは、ポイズンを使うのではなく、トリトンウッドで引っ張ります。うわぁ、マジか。そういうパターンね。はいはいはい。うわぁ、棒ポイ貼っときゃよかった。持ってねぇ。ネクロなんか出さずに棒ポイ貼っときゃよかった。うわ、最悪だ。ちょっと待って、待って。やばい、待ってくれー。やばい、これおられる、マジで。マジでおられる。ちくっ。もう最悪だ。最悪だ、もう本当に。いや、これで相手はね、あれなんですよ。もうね、トントン。これでトントンっていうね、地獄か。地獄かな。さすがに多分、うわ、トントンだ。やば。エリアのトントンです、これで。やべえよ、マジで。半端ねえよ。うわ、エリゴレか。あそこじゃあエリゴレ出してくる予想で、コトリトン出したら、多分エリゴレが来るんで、はい。そしたら、はい、そうですね。今度は打たずに棒ポイしていきたいと思います。オッケーオッケー。同じミスはしない。オッケーオッケー。で、ここで、ウッド打っていき、ネクネクをね、どっちも。せい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 。なんで君死んでないの？まあ。これでね、多分、相手多少はエリアド取れたはず。さすがにネクネクを棒ポイしてるんでね。ここでね、相手は迷ってくると思うんですよね。あれ、こいつ、つって。でも待って、ポイウッドでしなかったネクロ。そんなバカな話ある。ネクロ残ってたよね。あ、でもこれあれだ。なんでそっち向いた？いやー、マジかよ、もう。クソ守り体制ですね。よいしょ。とりあえず、OK、なるほど。これ引っ張って、ザップだけ打っちゃえば、そこそこ入りそうではあるけど。あー、トリトンがいた。そうだ。うわー、負けたー。うわー、あそこのミスが。いやー、ネクロじゃなくて、ポイズン、1体追加してくる予想で、ポイズン、安牌で割いときゃよかったな。いやー、マジかー。くっそ。
いや、もったいないな、あのワンパンされちゃうの。正直ね、あれ半分ぐらい残れば結構カウンターとかねできるんですけど、タワーで丸ごといかれるとねちょっときついっすね。あれしかもネクロもまん丸丸々とかされてるしね。いやー厳しい。なるほどね。いやあそこはねちょっと判断ミスでしたね俺の。やってもうた、やってもうたな。トリトンとあれ結構引っ張れてたんですけど、あれかな、さてはやられすぎてトリトンが出てきた瞬間にエリゴレ出そうっていう感じになってんのかな。どうなんでしょうか。ブラゼー、とりあえず、あーなるほど、やばい、これだって打っとかない、打っとかない、打っとかない、もうザップもね、打っともね。あー取りに来る、これ頼む。ワンチャンロキ打たれるな、ジャイニか、逆サイディガーウェブからのこのモールブレイカーですね。はい、ここは対応していきますよ、ちゃんと。よいしょ、はい、こっちも足していき、バレキリあっちに咲かせ、 OK 咲かせ、いいよ、めちゃくちゃいいよ、いいぜいいぜいいじゃないの。ザッパ打っていこうかな。はい、 OK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 。 次はねディガーが来たらトリトン出して、でそれで多分ねあれなんですよね。はい、オッケーオッケー。いや待てよ、それはよくない。ダメでした。ちょっと待って、よくないよくない。血じゃい、血じゃいします。血じゃいで多分端前ゴブかな、かボムタワー先置き。血バルキリーはないと思うな。マジ血バルキリーすんの、美味しいけど普通に。よいしょ、いいよ、これで受けがゴブリンしかない。オッケーオッケー、オッケー、決まりましたね。これはただロケがあるので、ここでロケを打ってくるでしょうと私は読みます。でバルキリーを切ったんでね、これは美味しいですね。よいしょ、なるほどね。ってことはこっちにロケを打たなきゃいけないので、これはもうバチコリ攻めていきます。よいしょ、はい、コケーということでね。いやいいよ、いい感じ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 。結構ねこのボムタワーのね、あのイモイモデッキにもね結構勝てるんですよ。そうダクネがねやっぱいい仕事するんですね。トルネタイスウィズしかその対空っていうかコウモリに対してのカードがないんで、さっきみたいに相手がエリない時に逆サイを攻めてきた時にネクロだけで守って、そうするとディガーウォールブレイカーをねネクロだけで守るとネクロにも対応しなきゃいけないんですよ。ただそこにバルキリーを咲くと逆サイトはねあのボムタワーだけしか出せなくて、あのダクネディガーにね対して全然トルデンとかしか出せなくて、あえてダメージが入るんですね。そうなんで結構いいですね。はい、どんどんいきますよ。キング起動されててもあれだけダメージが入るってことはね結構あの攻めが正解なんじゃないかなと思うんでね。なんだろう、ボムタワーとかアイスイーズとかバルキリーとかいて、いやこんなんジャイ通んねえだろうみたいな時は、あれダクネ刺さんじゃねえかなって考えてやってみると割と刺さったりしますって感じで、ジャイ通んねえなと思った時はディガーとダクネを刺すようにしましょう。でもしねガゴムレとかあったらもう、ね、そこはねガゴムレにポイズンとか打ったりして頑張りましょうという感じですね。いいですよ、これはどんどん俺はトロを上げて今日はね7500までいって寝たいな。あグロ1桁フィニッシュ普通に狙えるような気もするしね、普通に。ただ俺のね恒例毎シーズン絶対1回はこんだけ沼るんで、
出た。この人ね、なんて読むか分かんないけど、俺らはね、なんかコロセー、コロセーとかね、クローズかね。まあ、クローズかな、知らんけど。18、なんたら18いいっすね。あー、濁点と間違えた。最悪だ、これ。これ。なあ。あ、もう最悪すぎる、これ。うわ。ギガザップってことは、これ、あれですね。同じかな。多分。ユニットかぶれ。よいしょ。ジャイだろうな、きっと。そんな、ちょっと待つんだ、今の。これ、濁点パッパつけちゃって。これで多分、はい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 。これポイズンと、よいしょ。なるほどね。これでディガーで刺してくると。ポイズン裂いちゃったんで、俺はこれは頑張って回らないといけないですね。よいしょ。でここら辺で出すとスケをねトリトンで引っ張ってくれるのかなっていう。ちょっと待って、それやばい。そんなやばくない。やべ、エリ使いすぎた。俺の方がやばかった。うわー、でもこれさ、サイクルガタガタになったな、正直。そう、俺は本当はねトリトンでキング起動したかったんですけど、やっぱねジャイに光栄をつけるとねくっついちゃうからね。なんで？なんで貴様が来た？やばい、やばい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 。それはやばい、それはよくない。引っ張り引っ張り、早く早く、ちゃちゃ引っ張り、ちゃちゃ引っ張って、お願いだから。あっち対応するかな。ガンムシだよな多分。はい、もうこれ、オッケーオッケー。これね、いいっすよ、めちゃくちゃ。よし、来た、おった、よし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 。さあね、ウッド切った後は、前、読め、よしよしよし、拾った。ウッド切った後はね、ダクネが、ポイズアップだけだとコウモリが残るんですね。なんでね、結構、有効活用、そこできたから、よかったんじゃないかなと思いつつも、リガーだから、ここで、ジャイが来ますね、はい、当然。ここは棒ポイをしてあげて、よいしょ。あ、ウッドザップで落ちるな、これ。よいしょ。よし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 。いいよ、めちゃくちゃいい。もう一発、センキュー。オッケーオッケー。これで、相手は血じゃいかな。なので、よいしょ。ウォーポイもしてきたんで、はい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 、これジャイだけ外に反らして読んでくるかな、これ。オッケー、全部後当て、全部後当てでね今いけてるんで。よいしょ。うわー、それはきつい。はい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 、ポイズンディガーで削ってくる感じね。オッケーオッケー。よいしょ。ここでポイズン切ったらだいぶきついよ、相手は。よいしょ、いいよ。はい、来た、勝ったろこれは。オッケー。まあね、あそこはね毎回相手がポイズン出してきてるタイミングだったんで、同じようなね攻めをしてきたらジャイダクネで潰せるっていう、そういうプランでしたね。よし、いい感じですね、結構って感じで。端前ジャイダクネはね結構強いんで、最後は相手の今みたいに1本折り切りたい時とかにねやるといいですね。守れる自信があったら、守れる自信があったらですね。はい、って感じで結構いい感じですね。ミラー対決も勝ち、この芋デッキもね今めちゃくちゃ増えてて、多分一番強いデッキですね今これが。ただ俺は使えないので使わないんですけど、このデッキは多分何にでも勝てる。
という感じなんで、割とおすすめですね。多分ラットとか動画に上げてると思うんで、このデッキ使いたいな人は、ね、あのラットとかの動画を見ると、ね、いいと思います。ということで、こんな感じでやっていったんですけど、明日はねペッカの動画上げようかなと思うんでね、ペッカ待ってたよーって人はね、明日楽しみにしてもらえればいいなと思います。ということで、今日ちょっと遅れちゃってね、申し訳ないですけどね、やばいマジでね、今日ね聞いて、12時間ぐらい寝ちゃったんですよ。もうね8時間ぐらい寝て6時ぐらいで、うわー6時だもう動画撮んなきゃと思ったら二度寝してました。どうやってね、もう生活習慣真逆になってるんですけど、ふうって感じで、毎日ねやってるんで、もしよければね高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日は終わります。バイバーイ。